父ちゃん、カカシ先生。これで応急処置は終わりよ。あとは葬儀をお願い。はい。さくら、かばって。泣くのは後だ、長次。それより早く走れ。僕、長座さんの犠牲を無駄にするな。狙いは長次か。父ちゃん、今までありがとう。それにもう一度使えば、全てのスタミナとチャクラを使い切ることになる。それがコンパを救うため、今の俺が取れる最善の方法。そうか、どうやら俺もここまでのようだよ。里の奴らが何と言おうと、お前は立派な上人だ。お前の目になって先を見据えるのは、どうやらここまでのようだ。俺だ、お前との約束を破ってばっかりだが、俺も今からそっちへ行くよ。カカシか、お前の話を聞かせてくれないか。長くなるからゆっくり話したいんだ。いいさ。綱田様。あの、活意はすでに里の者たちほぼ全てについた。敵の一人の能力が割れました。うん、聞こう。俺の狙ったものを自分へと引きつけることが可能。そして忍術の全ての攻撃を弾くことができます。必要通し情報をみんなに伝えるぞ。はっ。長座藩はカカシ先生の長座のところへ行け。早く病院へ運ぶんだ。今ならまだ助かる。よかった、よかったよ。カカシ先生は。早く行け、長次。しかし、お前も俺もこうも早死にするとはな。母さんほどじゃなかったが。俺ずっと、なんで木の葉の白い牙と呼ばれた英雄の父さんが。そんなことをしなければ、父さんは誰にも責められることもなく。悔しかった。そうか、お前もそれなりに大変だったようだな。今なら父さんを理解できる。みんなのために掟を破った父さんを今は誇りに思う。なんだ、なんです、あの光は。ここどこじゃ。おお、これは一体。カイ先生、バカな、こんなことが。イルカ先生、無事だったのか。先生もだ。これ今は私の傷のことより、この現象です。どうやらナルトの決着はついたようだな。これはどうやらお前はここに来るには早すぎたよ。俺を許してくれてありがとう。